はい、いいできる筋トレ、今日はプッシュアップバーを使った、腕レッスンを紹介したいと思います。一緒に、鍛えていきましょう。まずは、両手は肩の下に置いてください。ここから、肩幅の 1.5 倍くらい開きます。はい、さらにここからバーを、肩側のハの字にしてください。ハの字、はい、この状態で、足を伸ばした状態からストーンと膝をついてください。足首は浮かせて振ります。もちろん余裕のある人は足を伸ばしてこの状態で行ってください。きつい人は膝を手前に引いてつま先をポーンとして下ろしましょう。強度が下がります。ご自身できる範囲でトレーニングを行ってください。では、一緒に行きましょう。左右の肩甲骨をぐっと引き寄せながら顎を床に近づけます。目いっぱい下に下ろして肘は伸ばしきらない。ゆっくり下ろして少し止めて戻しましょう。では、一緒に10回行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。はい、深呼吸、少し休憩しましょう。はい、では、だいたい30秒から1分ぐらい休憩して、あと1セットから2セット行いましょう。では、もう1セットいきます。膝をついて足を踏んでください。10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。よし、呼吸。で、今やってみてきつかった人は、もう絶対十分です。余裕のある人は、少し休憩してあと1セットチャレンジしてみてください。では、もう1セットね、一緒に鍛えていきましょう。伸ばして膝をつきます。足首組んでください。10回いきましょう。一緒に、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。よし、OK。以上、プッシュアップバーを使った、腕でした。ありがとうございました。